さあ今キックオフ始まりました。ヴェルディ川崎対ジェフ市原、はい、実況は私頭口、サッカーコメンテーターはスイスイズ斉藤貴一さんでお送りします。よろしくお願いします。ゆっくりとパスを回していきますヴェルディ。さあ斉藤さん、はい、ジェフは実は4人の選手が怪我でいなくて、はい、新之助を後ろ、モンちゃんも後ろで使って、はい、そしてゴールキーパーも違うと。このディフェンスですよね。これはもうあれですね、はっきり言うともう目先の勝負じゃなく、はい、あの先のことを考えてのあのこの選手起用になったんだと思います。なるほど。ここでいい結果、特にヴェルディを止めることができれば、はい、何よりも実は、あ、シュート、これはピースケが止める。ピースケからモンちゃん、モンちゃんからしんのすけ、いい動きですね。しんのすけが縦に長いパスを出しますが、これは通りません。さあ斉藤さん、はい、スイスイズがライブをやるということらしいですけども。あ、はい、そうなんです。5年間にわたって今までやってきたんですけども、はい、活動休止するっていうことで、ワンマンライブを。ラモスのシュート、これはピースケ正面でがっちり止める、いい判断でした。モンちゃんからしんのすけ、しんのすけ一旦戻し、はい、ピースケから長いロングパス。いやー斉藤さん、はい、ヒヤッとする場面でしたけども、ちょっとドキッとしましたね今のシーンは、はい、前回の試合からラモスがですね、はい、非常に危機迫るようなプレーを見せる、はい、そのような、なんて言うんでしょうね、この強い意志というのが今回かなりこの試合でもラモスから伝わってくるような感じがしますけども。そうですね、はい、気をつけたいですね。スイスイズがライブという情報もありますけれども。そうなんです、5年にわたりやってきたんですけども、はい、初めて自分たちでワンマンライブをやる。ラモスのシュート、これはピースケが正面で止める。ピースケからシンヌスケ、スイスイズがライブという情報がありますけれども、はい、そうです、ワンマンライブを。ラモスのシュート、これもまたピースケが正面で。さあシンヌスケ渡る、いやピースケ好セーブが続きますね。斉藤さんどうですか、スイスイズがワンマンライブをやるという情報がありますけども、斉藤さん、はい、どうですか。いやもう大丈夫です。そうおっしゃらずにせっかくですから、はい、じゃあ2月の10日、ラモスのシュート、ラモスのシュート、ラモスのシュートです。ピースケ正面で止めました。ラモスのシュートだ。さあピースケからしんのすけ、しんのすけが後ろからえぐり取られるようなラモスのシュート、ラモスのシュート。どうですか斉藤さん、ワンマンライブをやるっていう風に私は聞いたんですけども、スイスイズが。そうです、初めてのワンマンを渋谷のチェルシー。ラモスのシュート、ラモスのシュート、これはラモスのシュートが止める。ラモスのシュートだな、ね、斉藤さん、ワンマンライブっていうのはどういう感じなんですか。で渋谷のチェルシーホテルで。ラモスのシュート、ラモスが危機迫るシュート、ラモスのシュートだな、ラモスがすごいですねピースケというのはこれ好セーブを連発しておりますけども、はいはい、斉藤さんはピースケさんのことをかなりご存知ということで。そうですよね、はい、どのような感じの人物なんでしょうか。すごい冷静な方ですよ。なるほど。冷静です。ただ時々変な無茶しますけどね、うんうん、信じられない無茶を。そういうところがあるんです、はい、ラモスのシュート、ラモスのシュート、これはゴールポストの上を大きくそれましてジェフのゴールキックになります。ピースケのキック、このキック力ですね。でも冷静な方ですからね。ラモスのシュート、これは止めました。ラモスのシュート、やはり冷静なそのピースケさんというところでしょうかね。そうでしょうね。おっと、うん、これはどういうことでしょうか。あら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